はいどうも、皆さんこんにちは、おむけんです。今からね、こやつですね、怒りの魔人をやっつけに行きたいと思います。こいつはね、結構マルチで今ね、昨日はシングルで行ってコンティニュー1回しちゃって申し訳なかったんですけど、もうこいつに関してはスピード勝負、かなりね、みんなゴリ押しでバンバン倒します。で、この戦いの前にもね、一試合やったんですけど、負けちゃってね、いやなんか勝てるペースで言ってもね、あ、やっぱね、あれがすごいんですよ、進撃がね。あれ食らいすぎるとかなりやばいんで、あ、このアンガーパンチは大丈夫。アンガーパンチは大丈夫。これはね、食らうことないですね。進撃ですね。あれだけほんと注意。あれは確実にね、どんな状態でも防御した方がいいですね。いけいけ、ゴリ押しでいけっていう時にやられたりするんで。あ、グチョブって何かと思ったらルカリかなんか入ったんだ。いいっすね。いやー、危ない危ない。ほんと危ないよ、あれ。はい、というわけで、こんな感じでね、まあ、まずあ、ランドインパクト、これラッキーですね。ランドインパクトはまだマシな方ですね。一応回復しとくか。ランドインパクトはかなりマシ。あ、進撃ほんと辛いんでね。多分ね、ランドインパクトだとみんなね、防御いかないと思いますね。ランドインパクトって100いかないよね、確かね。ね、これぐらいか。全員攻撃で、まあ100、100ぐらいか。100ちょっと手前ぐらいね。で、この後ね、進撃来るんですけど、その前に落とそうかなっていうパターンですね、これね。パターンっていうか、怒るとね、結構進撃してくるんですよ。魔人の進撃でしたっけ。で、これで終わり。ね、やっぱスピード勝負って感じしますね。あんまズルズルいっちゃうとね、進撃のターンが、しかも連続とか来るんで怒ったら。お疲れーす。はい、というわけで、マルチに関してはね、もうゴリ押し。できればレベル高いメンバーで、攻撃力高いメンバーで早めに落とした方がいいと思います。じゃあ、トリミングしながらもう一試合見ていきましょうかね。まあ基本、まあ船乗り戦士がやっぱりここはメインになるかな。うん、全員戦士でしたね、今回ね。はい、じゃあ次もう一試合ね。まあ、ラストボスのとこだけ見ていきましょう。はいね。はい、それではね、最後は自分で募集して行ってみたいと思います。まあ、ボス戦ね。最後、もうボス戦。もう今からボス戦ですね。はい、じゃあやっていきたいと思います。怒りの魔人。はい、じゃあまあまあ、基本ね、先ほどと一緒だと思うんですけど、スピード勝負。がっつりがっつり。がっつりがっつり押せ押せっていう感じでね、もうひたすらみんな必殺の連呼というか、連続ですね。はい、じゃあ、アンガーパンチとランドインパクトに関しては、まあ、大丈夫かな。他が注意って感じだな。まあ、レベルがね、今回は、自分が一番マックスなのか、一番高いのか。まあ、攻撃力は本当大事な気がしますね。あと、できれば、まあ、ルカニか、ね、あの辺が入ればいいんですけど。あ、やべ、結構食らっちゃったな。はい、回復と。怒ってはないですね。まだね。はい、じゃあ、ドルクマとか効くんかな？あんま、まあまあ、160だったら普通の攻撃必殺ぐらいか。マジです。早魔人の進撃。これね、ほんとね、すぐくるってターンが回ってくるんで、ほんと注意。これほんと早い。で、一人落ちちゃうかな？ 200。うわー、耐えたか。あ、怒ってないんだ。なるほどね。もう、ご存知の方いるかもしれないですけど、怒りと、さっきのやつが同時に入ると、かなりきついんだ。1.5 倍ぐらい多分回すんだな。で、怒ってないと、なんか怒り、あんままたがない方がいいかもしれませんね。必殺の時はね。まあ、この時はもうゴリ押しの方がいいか。この状態は。そろそろ怒るよね。多分あと2、3ターンなんで、ちょっと防御間に合わないな。これ食らったら、ランドインパクト食らったらこれだ。あ、やっぱ怒ってるか怒ってないかがすげえ大事だわ。で、ラスト多分、そろそろ、まだ大丈夫か。ラストがやばいんだ、これね。あー、やっぱ魔人の進撃来るね。防御防御。もう防御早めにしよう。ほんとね、ゲージが溜まんのが相手がすげえ早い。後半特にね、あっという間に溜まっちゃうんで、怒ってないのがいいよね。怒ってないと、100切るんだ。オッケーオッケー。これだと、ミラクルソードで大丈夫ですね。あー、いや、そんなことないか。そろそろ怒るよね。そろそろ怒るんすけど、オッケーオッケー。まだ全然必殺技とかのターンじゃない時に、怒
怒らせるか。あー怒ったー、これでのラストはきついんで、ここじゃあゴリ押ししていくと。で、葉っぱ使おう。葉っぱ薬草。薬草使って、あとはもう、急げ急げーって感じですね。意外と楽しい。あ、やった、最後アンガーパンチだ。よかったよかった。これはまあラッキーな感じですね。ほんと、こんな感じで、ほんとね、急げーって時にみんなでバーッと急いでいく感じですね、今回はね。まあ楽しい楽しい。怒ってる時のアンガーパンチちょっと見てみたいけどな。やっぱ100ぐらい食らうんかな。30か。まあまあ大丈夫ですね。まあアンガーパンチはまあラッキーだったっていう。ランドインパクトも割とラッキーかな。はい、じゃあこれで終わりかな。そろそろ終わりじゃん。はい、じゃあね、無事ね、自分募集の時も勝てましたね。はい、よかったよかった。皆さんお疲れでした、ほんとね。はい。じゃあ無事ね、なかなかファンキーな格好の人がいますよね。ゴーレムはいいんですけどね。ゴーレムから顔出したりするとね。はい、というわけでね、無事、こやつを倒すことができました。ちなみにね、お、ゴレ、やっぱレアっつってもゴレムの心ですよね。はい、ありがとうありがとう。ごちそうさんじゃないですね。募集してましたね。はい、じゃあ、あとね、アクセで昨日預けてたのがね、ピアス預けてたんですよ。そしたらレアが出たみたいで、それちょっと開封しましょうか。さっき見たんですけど、やったーと思ってね、放送でやっちゃおうと思って。これで、昨日一番上、装備工房で、ピアスね、これ多分レアだと思うんですよね。ね、大成功。封印ガード中がついたんだ。で、守備が5、最大 HP が5、ゴーレムはピアス。昨日ね、普通のゴーレムでピアスで預けてたんですけど、スライムの時はできなかったんですよ。よかったー、こっちの方でできてね。封印ガードってことで、封印なんで、あれか、魔法系とかにはいいかもしれませんね。まあ、封印なんですけど、まあまあ、まあ、混乱とかの方がいいかもしれないですけどね。前衛としては。はい、というわけで、今回もね、割といい感じで、もう一個ピアス作りたいな。じゃあ、放置しておきましょうか、これでね。まあ、あとね、この辺とか可愛らしいですよね、ヘッドね。この辺もまあ、作っていこうかなと思いますけどね。まだ足りないか。まあ、一応全身ね、見かけだけ。今回スライムでいろいろうろうろしてるんですけど、それも結構気に入ってるんでね。趣味の性能っていうよりも、あっちね、お飾りとして。やっぱこの辺ね、ドラクエ10のね、ハウジングであったり、規制会っていうかね。その辺、やっぱいいですよね。アバター要素があるんで、面白いなっていうふうに思います。はい、じゃあ今回は2試合見ていきました。結構やっぱ楽しいですね。星空やっぱり、イベント盛り上がったらね、結構楽しいかなって感じしますね。ちょっとね、離れてはなかったんですけど、毎日ね、30分ぐらいしかちょっとやれてなかったんで、最初の方ね、ほんと勢い良くて、1日ね、2、3時間、下手したらもうちょっと、休みの日とかね、息子がいなかった時はやってたんですけど、まあ割と最近忙しかったのもあってかね、全然30分ぐらいしか、隙間時間にやるぐらいだったんですけど、またね、また復活していこうかなって感じですね。課金に関してはね、あんまやってないかな。うん。まだ、面白いね。最後やったのは路頭ぐらいかな。路頭ぐらいに最後にやったぐらいで。っていう感じですね。はい、ご視聴ありがとうございました。次はね、次の動画なんだろうな。ピアスもゲットしたし。まあ次イベントになるかもしれませんけどね。まあとりあえず毎日ね、コツコツやってます。スーパーライトの方がやっぱり最近はちょっと時間かけてっかな。やっぱ30分とかね、それでもトータルで1日の中で1時間でゲーム時間結構長いんでね。っていう感じで隙間時間見つけて、DS とかと同時進行でやったりとかね、レベル上げとか、ね。っていう感じですね、カジノとかね。はい、ちょっとね、最後の雑談の方が長くなりましたけどね。はい、ご視聴ありがとうございました。今後ね、楽しくやってまいります。今回ね、無事ね、ちょっともう、さっきスタバのね、ビア飲んでたんですけど、ここで目が出るんですけどね。サムネでは目が出てるんですけどね。今回、まあこんな感じですね。こやつをやっつけてね、もう目がなくなったっていう感じですね。これね、1500円くらいで、スクイニショップで、普通にね、公式で買いましたね。まあその動画もね、下の方にリンク欄載せときますね。結構ね、スクイニグッズは溜まっていく感じですね。結構いい感じですよね。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。またまた、バイバーイ。